これなんか機材欲しいって言ってたのって今日のためすか。なんかいやでも俺ガチちょっとテレキャスターは欲しいねんな。買いましょう。狙ってて買いましょう。いや今日買えんのかな。なんかそんな買うくだりになってます。じゃあもうここ着いたんで行きましょうか。到着です。中に来ました。来ましたね。久しぶりやで、はい、あの前来た時以来、はい、やから結構変わってるのかな。今オープン前なんですけど、なんか変わってるか。スクワイヤー、スクワイヤー。あーこれ前回なかったですよね。そうそうそう。で今日のメインといいますか、はいはい、一番この新作ヴィンテラ2っていう50年代か70年代ぐらいの昔の復刻版みたいな感じ。なんだ、ヴィンテージやと価格グッて上がんねんけど、はい、価格帯も結構15万ぐらいだから、お手頃な感じで入手できる感じで。いいよね。俺これめちゃくちゃ気になってて、テレキャスかっこいいっすね。シングル系もねちょっと欲しいな。全部あのハンバッカーやから。いいよね。テレキャスは持ってないんですか。テレキャス持ってないね。これがすごく気になるんですよね。じゃあちょっと早速ちょっと上の方で弾かせてもらえますか。お願いします。です。アンプルームが2階やね。2階っすね。お、ちょっと見ます。なんか新作なの。あ、見たいっす。前回来た時夏物やったからな。全部半袖とかやったんで。あー、そうっすね。トレーナーとか出てますね。ロンティー。なんすかそれ。ジャズマスターなんかその何これ。おしゃれやね。設計図じゃないですけど、なんかその開発の時に使うやつみたいな。生地がなんかすごいわ。全然違う。マコさんいつまで半袖着てんすか。そういえばそれ冬物持ってます。冬物持ってるよ。それは持ってるやろそれ似合いますよ。マコさんいけそうやなこれ。え、超かっこいいと思うんですそれ。すごいなんかデザインがちょっと今までのフェンダーじゃない感じの、はい。マコさん聞きました。これあのオンラインとかで買えないらしいですよ、ここのやつ。あ、そうだ、ここ店でしか買えない。そうそう、実際にこの店舗に来ないと、あの買えないらしいです。まだこれ持ってるとすごいもうあれか、どやれるみたいな。どや、別にどやんなくてはいいですけど、フェンダーファンからしたらもう来てるみたいな、ね、店舗でしか買えないからね、それは。この辺も多分前と違いますよね、こういうの。変わってる。なるほどね。ちょっと上行きますか。行きます。うん。あ、マコさん、はい。コーヒー飲みたいですね。あ、コーヒー飲みたいな。コーヒー。あれ美味しかったっすよね、マジで。すげえ。テーブルが一個なくなってる。モフモフのやつ。下にあったんで、1階にあったんじゃないですか。覚えてる。ここで俺なんかモフモフ触った。来ましたね、アンプルーム。あ、来ました。あ、いいっすね、やっぱここ。かっこいい。なんか着くよね、こういう場所。かっこいいっすね。なんかもう弾かしていただけるみたいなんで。あ、もう準備していただいてますね。いきますか。はい、アルダー材ですね、これ多分。アルダー材って何ですか。え、今弾いて分かった。いや、材って、え、そんな分かれるもんなんですか。見てチャーって抜ける感じの。お願いしますジャズマスター、俺マジでそんなに見たことないな。これ気になってたんですけど、このさっきの2つのモデルに比べて、なんかこの、うん、なんですか、ボタンみたいな、ボタンじゃないの。あ、俺これ教えて。これボタンなんだなと思ったんですけど、プリセットトーンと言います。プリセットトーン、上に上げていただくと、フロントピックアップが、出力されるようになります。で、その時に、はい、そうなんですよ。このこちらがボリューム、こちらがトーンに行って、個別の配慮を上げていただくと、音が出る。ジャズマスターは全部こういう仕様なんですね。あ、えなるほどね、すげえ。そのピックアップの、そもそもそのジャズマスターのこう太い音が特徴的なんですけれども、はい、それをこうプリセットとかに入れることでもより
構太い、まあ、ジャズ用のギターみたいな。ああ、はい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 、名前をあメローな甘い感じの、そうですね、それを狙って。俺赤のイメージないよな。え、孫さん的に どのギターが良かったんですか、その3本。音は、はい、テレなんですけど、はいはい、赤っていうのがね。あ、じゃあ、え、それで孫さんがいつもやってるやつやるとどうなるんですか。俺は僕いつもあのギターでしか見たことないんですけど、あ、そう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 。あ、いいんじゃないですか、なんかポップで似合いますよ。ポップな感じいけるかな。なんかおしゃれでいいんじゃないですか。ちょっと こっちでやってみましょう。そっちでやってみましょう。ああ、これもこれでいいですね。かっこいいと思います。悩むわ。どうしよう。なんかこれちょっと、いつも のスタイルとごマッチしてて、はい、しっくりくる。確かに。見慣れてるっていう感じで、こっちだとなんかアクセントがこう加わった感じで。後ろにオレンジアンプに紫の照明なんで、いやこっちかな、やっぱり黒系の方が合う気すんねんな。ちょっと1分もらっていいですか。どうぞ、席外しましょうか。じゃあ次3階でこれ3階前回行けなかったカスタムショップっていう。あれ、そういえば3階来てないですよね、この前。前回確かまだ。わ、かっこいい。おわー、やば。僕の大好きな粗品さんがちょっと部屋ですね。僕も予習済みです。予習済み、すげえ。あ、すごいな。孫さん、今日は何買いに来たんですか。今日っすか。今日はじゃあなんか気になってるものとかあるんですか。これやばない、これ。何、どうなってんですか、これ。あるない、前回ここにストラトバリウスの、あ、もうないんか、なくなってんな。ちょいちょいやっぱ売れるんだ、やっぱりな。それ買うんですか、孫さん。これさっきスタッフさんちょっと聞いたら、はい、値段はちょっとヤバすぎて押し入れない。意味深な答えをいただきました。なるほど。あれですね、ここの部屋にあるギターはもう全て何うん百万円クラスってことですよね。うん、やろうな、100以上ちゃう。3桁以上、うん、3桁以上。お、孫さんかっこいいっすよ、そこいると。いいっすね。いつかな、俺もこういうカスタムショップって思っちゃうよね。じゃあ明日行きます。あ、カフェ、うん、行きましょう。孫さん、アコギってなショートとかで使うんですか。あ、曲作るときですか。もやし、まあ、でもショートでも使えるような、アコギ。アコスタソニックの兄弟的な新作みたいです。お、こちらも新作なんですね。新作。なんかピックアップが、あれ、このリアについてるやん。あ、はいはい。フロントについてるから、まろやかな音になるかな。あ、それがピックアップなんですか。そうそう、ここで拾うみたい。へー、あー綺麗。おー、いいね。どうすか、めっちゃいいっす。こういうのも一個欲しいよな、持っときたいよな。あれ、まさかそういうのは持ってないんですよ。持って、ザ・エレアコーみたいな感じ。あー、薄いっすね。なんかもっと分厚いんかなと思ったら、アコギって結構太いからさ、ボディが。ああ、叩いた時に。え、めっちゃ薄くないですか。ポジション一緒のまま弾けるから、すごい軽いですか。どうして、もしかして。軽い軽い軽い。これありっすね。これちなみにおいくら万円なんですか。これは14万3000円。14万3000円です。どうすか、孫さん。これちょっとマジでありかもしれない。ガチな顔してますね。ガチな顔してます。え、ちょっと弾いてみてください。ガチのお買い物始まっちゃいましたね。つないでダウンに
あの何レコーディングしてみてどんな音するか。ああ、そっかそっか、気になるけど。これはまた違うんですよね。これはアコスタソニック、ね、あれの、まあ、兄弟的な兄弟的な手前かハイブリッド、あの、俺こっちのが好きかも。お、あ、こっちはもうアコースティックっていうくくりなんですか。アコースティック、はい、あ、これにつないだ音聞いてみていいですか。あ、なんか外で聞いてる感じとそんなに変わらんというか。あ、いいわいいわ。あれですね、買います。後日来るかもしれないです。どの辺が良かったんですか。いや、まず弾きやすさ。お、そのやっぱりこの幅がエレキと一緒っていうのと、なんかいつも通り弾けるね、そのエレキっぽく弾けるから。でもサウンドはアコギみたいな。そのアコースティックギターによってはその特徴的なネックシェイプのものもあると思うんですけど、はいはい、まあ、その弊社のネックシェイプを使ってますので、まあ、エレキギターの方がよりこう手軽に持ち替えやすい。あ、そうですそうです、はい、なので本当にそんな感じで左手の違和感もそうです。あ、エレキ奏者が弾きやすいアコースティックギター。このネックがあのエレキと一緒ってことですか。ネックのそのシェイプですね。シェイプは、うん、シェイプが一緒みたいよ。シェイプって何ですか。あの形、あ、太さ、あ、だからこう馴染みやすいっていう、そうそう、握り具合が。へえ、いや、ありがとうございます。これ来ましたね。おしゃれっすね。あ、お久しぶりです。なんかこう前回と違って新しい製品的なのあるんですかね。前回それこそ皆さんに飲んでもらったのは、はい、インチューンっていうそのブラックの、ね、あ、はいはい、とあとストラトキャスターローズラテっていうのを結構召し上がっていただいたんですけど、はい、まあ、フェンダーにまつわる部分でいうとそのギターのメープルシバーとか、はい、そういう部分も噛んでくるかなと思うので1個エスプレッソメープルシェイクっていう。ああ、そういうメープルですね。なるほどなるほど。はい、失礼しました。お願いします。お願いします。休憩しますか。ゆっくり。あ、かっこいい。前回ここ座れなかったので。そうですね、前回座れなかった。あ、いいじゃないですか、おさん、かっこいいっすよ。まあ、この後、ひろきの方、あ、大発表があるんですよ。思い出した。なんすか。あの、ひろきチャンネルが立ち上がります。おー、ちょっと代わりに説明してもらっていいですか。どんな内容の。まあ、ほぼ深見誠のサブチャンネル。なんか普通のオフの感じをひろきが撮ってくれて、ひろきが編集してまあ、出してくれるみたいな感じよな、基本は。そうですね。まあ、プラスそれ以外のコンテンツもしかしたら発信されるかもしれんけど、まあ、9割ぐらい多分誠深見の裏側になるんちゃうかなっていう。そうですね。もうなんかその音楽が絡んでない時の誠さんとか、ね、あ、見れたらいいっすよね。普通に飯食ってたり、あ、そうそうそう、帰り道なんか遊んでたりみたいな。はいはいはい。音楽以外で趣味とかあったりするんですか。俺結構多趣味というか何でもするからな。あ、そうなんですね。なんか最近だとなんかあります。最近俺もうモンハンナウしかやってなくて、マジで。あ、じゃあモンハンナウ密着しますよ、1日。いや、絶対。あ、逆にそっちの視聴者を取っていく、ゲーマーの視聴者を取っていくみたいな。あ、でも多趣味だったらいいんじゃないですか。ゲーマー枠、あとはなんか何でもいいから、まあ、ダーツ。ダーツも1日密着します。ボーリング。ボーリングも行きましょう。まあ、車関係。ああ、いいっすね。僕も車好きなんで。まあ、テニス。まあ、スポーツも結構いろいろやるからな。え、もうネタが豊富じゃないですか、マホさん。あと、まあ、なんかそれなりに全部そつなくこなせるから。あ、めっちゃすごいじゃない。無駄なんと思うで。へえー、まあ、すぐ70点80点いけちゃうタイプ。あ、いますよね、そういう人。そうなんですよ。まあ、器用貧乏。お待たせしました。あ、です。あ、できましたね。お、お待たせしました。エスプレッソメープルシェイクです。うわ、すごい美味しそう。すごい美味しそう。冷たい感じの。そうですね。上にカカオニブがかかってて、あとはメープルシロップもかかっているシェイクになってます。はいはい、ありがとうございます。じゃあいただきます。楽しんでください。はい。ありがとうございます。美味しそう。たまにこういうあの甘いの飲みたくなるよね。スタバとかなりますね。いただきましょう。マコさん甘党っすか。いや、でも普段そんなに。あ、でもカフェラテはめっちゃ飲むな、マジで。ああ、そうなんですね。無糖の。
うん、撮影してるとさ、意外と脳みそ使うやん。あ、はいはい。なんか糖分欲するんか知らんけど、うん、欲しくなるよね、こういうの。じゃあいただきます。美味しい。これマジ、あの甘すぎず、すごいコーヒーをしっかり感じれるというか。うん、あ、美味しいです。ありがとうございます。めちゃくちゃ美味しいです。フローズンというか、これ何でしたっけ、お名前。なん、メープル。エスプレッソメープルシェイクですね。エスプレッソメープルシェイク。フェンダーカフェのオリジナルのインチューンのコーヒーを使って作ってるシェイクになります。はい、じゃあまあそんな感じでね。はい、ちょっと初の試みなんで、うまくひろきチャンネルつなげれるかわからんけど、まあ多分リンクに貼ってるんで、そっち飛んでみてください。よろしくお願いします。じゃあフェンダーさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと飲んでみ、ひろき。インチューンっていうのがもうオリジナルなんですか。フェンダーカフェのオリジナルのコーヒーで、はいはいはい、コロンビアのボッシュドっていうタイプのコーヒーを。めちゃめちゃうまいっすね。甘すぎずな。いや、めちゃめちゃうまいっすね、マジで。なんかコーヒーの旨味がちゃんとありますね、マジで。うん、うまっ。じゃあこれ飲んだらひろくチャンネル撮りに行きますか、この後。ですか。うん、何撮りますかね。まだ何も考えてないですけど。え、こっからもうあれちゃん、つなげたらいいんちゃう、ひろきのチャンネルに。ああ、なるほど。